はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、検証動画ということでね、こちらのね、ブーブーマンのフィギュアご存知でしょうか。こちらね、一番くじなんですけれども、一番くじのね、 B 賞のブルマですね。はい、まあ、エンディングの時のね、ブルマです。それなんですけれども、ここね、これなんですけど、取り外せるんですよね。うん、でこれ何かっていうとね、まあ、エンディングには出てこないんですよね、こういうものは。はい、でこうパカって開けるとね、ちょっとした小物入れみたいになってるんですよ。うん、でここに多分ボールペンかなんか刺すんでしょうね。ちなみにボールペンね、こんな風に刺しておけるっていう、多分小物入れも合わせてのフィギュアだと思うんですよ。でここなんですよ、ここ数神虫が描かれてるじゃないですか、星がね、うん、4つくぼみができてます。っていうことはこれ数神虫をはめ込めるんじゃないかっていうことでね、まあ、実際ね、付属はしてないんで、ちょっと適当なものをね、その3つ候補として用意してありますんでね、今回はそれをね、ちょっとはめてみて合うかどうかぴったり、うん、それをちょっとね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。その前にね、このブルマのフィギュアですよね、うん、これは動画ではね全然出してないんですが、これめちゃくちゃいいよね。このブルマのフィギュア決定版だよね。少女期のブルマ、いや、この頃のブルマが一番可愛くて惚れましたね、私ね、当時しかもね、ワイシャツですよ、裸にワイシャツですよ、イヤホンしてね、うん、このブルマめちゃくちゃよくできてるよね、すげえ可愛い、再現度がね、半端ない。いや、これはいいよ。で、本当だったらね、A 賞、この一番くじの A 賞がブルマと悟空がバイクに乗ってるやつ、あれが本当は欲しかったんですかね、うん、ちょっとね、めっちゃ高いんだよね、2万円近くするんで、ちょっと手が出ませんでした。はい、で私はね、こちら別に引いたんじゃなくて購入したんです。はい、なのでね、ちょっと動画に撮ってないんですが、私これを結構お気に入りです。このブルマめっちゃ可愛い、半端じゃないよ、出来が。でまあこんな感じでね、中は肉抜き加工されてますね、うん、しかもね、ちゃんとこれワイシャツとね、この肉体の部分がこう分割されてるんですよね、うん、なので体とワイシャツは別で造形されてるって感じですよね、うん、素晴らしい。でこのブルマもね、角度普通にこう変えられるんですよ、うん、別にこっちを向かせられるし、鏡越しにね、ブルマに見つめてもらうっていうのもできるっていうね、はい、まあ、でも実際ね、普通にね、エンディングだとね、窓ですよね、窓の部分に向かってその窓に反射している自分を見てるみたいなね、構図なんで、うん、多分この角度が多分合ってると思う。でここなんですよね。で早速ね、用意したのが、この3点ですね、はい、この3点のドラゴンボール。まず一番小さいドラゴンボール、こちらがですね、ドラゴンボールのアイテムコレクションだと思うんですけれども、それの、数神虫、これが直径3ミリいくかいかないかぐらいの大きさなんですけれども、なんとね、こちら、座布団と固定されてますね置けないですね、はい、置けないです。しかも置けたとしてもかなり小さいですね、この幅なんでね、うん、かなり小さい。で続いてこちらなんですけれども、私これの詳細がわからないんですが、
予約特典って書いてあるんで、多分これゲームかなんかだよね。ドラゴンボールアルティメットブラスト、なんかそんなようなゲームありました。なんだろう、プレステ2かなんかかな、うん、でもかなり昔のやつですよね。それのドラゴンボール、こうプチプチに巻かれているんですよね、うん、はい、こんな感じの数進中、中に立体のね、赤い星が4つ入ってます。はい、これをはめます。ぴったりだあ、これぴったりだね。あれ、もう終わったぞぴったりだね。あ、これいいわ。でもね、もう一個あるんでね、ちょっともう一個、はい、もう一個がですね、こちらはドラゴンボールスーパーのレプリカミドルって書いてあるんですけれどもね、うん、これも詳細わからないんですがね、大きさ的にはさっきと同じぐらいかな。はい、こんな感じで、これは立体じゃないですね、平面ですね、星は。でちょっとね、ここに、うん、半券的なあれが入ってますね、文字が、うん、ちょっとそこがリアルさに欠けますね。でこれを当てはめる、これをはめると、あれ、さっきのより大きいのかな、なんかちょうどいいっちゃちょうどいいな。はい、比べてみると若干こっちの方が大きいね。うわ、これどっちだろうな。でも星が立体的なのはこっちなんだよな。でも大きさ的にはこっちなんだよな。こう置くか、こう置くか、いや、どっちだこれは。実際にこのブルーマと合わせてみよう。はい、こんな感じですね、さっきの予約特典のやつがこんな感じ。まあ立体的な星がね入ってるんです。で続いて、こちらね、はい、ハーフね。いや、これどっちだろうな。いや、悩むわこれ。でもただこれはね、ほんと下のね、いらん文字がね入ってるのが残念なんだよな。しかもこっちはね、星が立体物が入ってるんでね、こっちの方がいいのかな。どっちがいいだろう、迷いますね。まあ、皆さんね、コメント欄で教えていただければと思います、どっちがいいかね、うん、いやこれめっちゃ悩むわ、うん、まあ、ちなみにね、これ多分それぞれ4センチぐらいです。さっきのこれより1センチ、直径が大きいやつですね。多分4センチ4センチだと思ったんですけど、こっちが4センチで 4.23 センチぐらいあるのかな、こっち、うん、まあ、ちょっとした大きさの違いですけどね、うん、これが一番でかいですね。はい、といった感じですね、うん、まあ、ちなみにね、このボールペン立てはね、こうボールペンを刺すとね、めっちゃ違和感でしかないですよね、うん、フィギュア映えさせるっていう点ではボールペンはいらないですね。まあ、皆さんはどちらが好みでしょうかね。こっちの方がちょっと、まあ、アニメチックっちゃアニメチックなんだよな、このなんか文字が入っちゃってるやつは。でこっちはリアルっちゃリアルなんだよな、うん、どっちがいいかな。はい、ということでね、
今回の動画は以上となります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録、またね、高評価、コメントお待ちしております。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。